社会人サークル開催しているおしゃれグレメ会の石井です皆さん元気ですか今日はあの曇り空で、えー、楽ですよねまあ明日、明後日ぐらいまでこんな感じで木曜日ぐら,いぐらいからちょっと暑くなる感じですけどもいよいよ、ちょっと梅雨明けも遅くなってますけども来週ぐらいからは本格的な夏が、えー、到来するかもしれませんねということで、えー、今日この動画を見てる方、えー、何が出てくるか楽しみですよねじゃじゃん 今年の5月に開催したモノレール、東京モノレールの1駅目でしたかね、天王洲アイルっていう駅があるんですけど、その近くにリバーサイドテラス席風なお店で開催しましたこういったお店の前に川が流れていて、そしてその前にこういったおしゃれなお店があって、ここでイタリアン系の食事をしました。 この奥にもね、すごい、えー、高級な店があるんですけども、そこだと1万円近くしますけど、こ,このうちだら5、えー、6000、えー、円でね、えー、開催できますので、大体いいうちの会は、えー、女性5000円から6000円、男性は、えー、6000円,円から7000円の間で <laughs> 開催してますので、えー、結構リーズナブルなお店をね、 高級感な見えるお店でリーズナムのお店を探してますのでぜひ一度ねお試し参加してください。ということで40代50代のあなたぜひ一度ねこれを見て必ずあの一つは好みがあると思いますのでねこの中から探してできればねホームページにこういうのが行ってみたいとかメール 問い合わせでもいいいいでですすしょ、してくれれれば、えー、それをね、開催する方向でやりたいなと思いますで中にあの申し込みされても届かない人がいるのでその場合はおしゃれグルメ会石井正則090-9245-5467に、えー、C メールしてくださいすると100%大体いい返信できますので、えー、せっかくね申し込みされても届かない場合あるんで是非あなたにお会いしたいと思います。 またここにあのチャンネル登録がね、えー、あると思いますので、ぜひこれを登録していただいて、ぜひおしゃれグルメ界のファンになってね、おいしいものを食べて、おいも美味しいお酒を飲んで、でさらにおいしい出会いがあればね、バッチグーですよね。ぜひあなたの勇気ある一方をね、えー、お待ちしております。おししゃれグルメ界西でした。